クラウス・バ・デルトはドイツ、フランクフルト出身の作曲家。主に映画音楽を中心に活動しており、特にパイレーツ・オブ・カリビアンの楽曲、彼こそが海賊は有名。このメインテーマとも言える楽曲は日本のテレビ番組などでも多用されている。しかし、この曲は実際にはハンス・ジマーの作曲である。当時、ジマーは別の仕事をしており、契約で、 その他の仕事は受けられない状態であったため、バデルトをメインにして、パイレーツ・オブ・カリビアンを進めた。その際、メインテーマなどはジマーが作曲して、それをもとにバデルトなどが作業を進めた。このことは、パイレーツ・オブ・カリビアンのサントラボックスセットの DVD でジマーが語っている。続くシリーズで音楽担当がバデルトではなく、ジマーになったのは当然の結果だった。 1998年に同じく、ドイツ出身のハンスジマーから彼の経営するスタジオで、働かないかという誘いがあり、それ以降彼のスタジオ、リモートコントロールプロダクションで、多くの作曲家たちと共に、数多くの映画音楽を手がけている。そのためか映画業界では、リドリー・スコットとトニー・スコット、テレンス・マリック、ジョン・ウー、トム・クルーズやゴア・バービンスキー、 スティーブン・スピルバーグと面識がある。ハリウッド映画のグラディエーターでは監督のリドリー・スコットの指示を受けコーラスのリサ・ジェラルドと共にスコアを書いた。この後もハンス・ジマーたちと共同でパールハーバーやパイレーツ・オブ・カリビアンなど大作映画の作曲をしていくこととなる。ありがとうございます。